ドームです。中日ドラゴンズ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野、対するタイガースの先発は左の岩貞、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の大野、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは木浪。第3球打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近本、空振り三振、バッターアウト。大野ナイスピッチング。バッターは3番福留、投げた、おっと打ちました、フラフラっと上がった、セカンドが落下点に入りました。勝ってこれで3アウトチェンジ。大野3人でピシャリと抑えています。ドラゴンズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で福田、大きな声援が届いています。第1球投げました、見送ってストライク、初球ストライクから来た、左中間大きいぞ、さらに伸びる、入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、スタンドからの声援が力に変わったホームランです。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッター、149キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました、投げました、打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、阿部掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは高山、第3球を投げました、打ちました、大野ボールを掴んだ、一塁送球アウト、3アウトチェンジ。大野この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって4対0、ドラゴンズ4点リード。ドラゴンズリードで迎える2回です。先ほどツーランホームランを放っている福田、第9投げました、打った、これは強烈、いったー、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、福田これで2打席連続のホームラン、チェンジアップを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。3回の表、5点を追いかけます。タイガースの攻撃、先頭バッターは北条、打った、フラフラッと上がった、高橋下がっていった、サードをつかみました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番坂本、低めの球、見逃し三振、大野見事なピッチングです。第3球は147キロ直球、空振り三振、岩佐田全くタイミングが合いません、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の表が終わって5対0、ドラゴンズ5点。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは木南、最初のバッターボックスはショートライナーに、と初球を打ちました、うまくカットした、セカンドから一塁送球、阿部華麗にさばいてワンアウト。バッターは2番近本、今日の第1打席です、見送ってフォアボール。バッターは3番福留、第1打席はセカンドフライに倒れています。第4球を投げました、インロー、空振り三振、バッターは4番マルテ、第1打席はスイングアウトの三振に倒れて、高め、空振り三振、最後は伸びのあるストレート、快調なピッチングを見せています。4回の表が終わって5対0、ドラゴンズ5点リードは変わりません。ドラゴンズリードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で福田、今日3打点を挙げています。第9投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、福田なんとこれで3打席連続ホームラン、初球から思い切っていきました、6対0、ドラゴンズリードを6点に広げます。今チームメイトが迎えます。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターはインコース引っ張った、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、糸原2塁を狙う、糸原いいバッティングを見せました。
バッターは6番高山。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。これは引っ掛けた、ファースト取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、打ったいい当たりだ、破っていった、北条ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。第4球を投げた、アウトロー、空振り三振。バッターは代打糸井に変わりまして、バッター糸井。第3球は打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、破った、ボールは中継、タイガースようやく1点を返しました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは木梨、今日はショートライナーで打った、抜けた、ライトバックホーム、木浪いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。あっと引っ掛けた、阿部バックしていった、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、タイガースさらに2点を返しました。先ほどのプレーです。左バッターボックスは3番福留、今日はセカンドフライと三振。第4球を投げた、打ちました、ビシエド取った、オウ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。5回の表が終わって6対3、オウとうとう打たれてしまいました。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターはマルテ、ここまでに打った、ライナーだ、ヒット、マルテナイスバッティングです。バッターは5番糸原、今日3打席目。第5球投げた、打ちました、右中間へのフライですがセンター掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第4球を投げました、打った、右中間へ持っていきましたがライトを取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投球これから2球目、おっとデッドボール、デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。しばらくお待ちください。今ベンチから出てきました、大丈夫なようです。ピンチヒッターは大山に代わりまして、バッター大山、背番号3。ランナー一斉にスタート、打った、痛烈な当たり、一塁へ送る、強打、軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2者残塁、6回の表が終わって6対3、ドラゴンズ3点リードは変わりません。ドラゴンズピッチャーを交代します。オウ降板、右のマルティネス、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げました、打ちました、いい当たり、アウト、上本いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打ちました、引っ掛けた、木浪いいバッティングを見せました。バッターは2番近本、これが4度目のバッターボックス、打ちました、強打掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。次が4球目、投げました、スラーブ見逃し三振。7回の表が終わって6対3、ドラゴンズ3点リードは変わりません。森谷降板、左の島本、今日3番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、初球打ってきた、抜けた、福田ナイスバッティングです。8回の表、3点を追いかけますタイガースの攻撃、この打ちました、レフトへ上がった、エンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番糸原、今日はここまで3打数1安、打ちました、あっと引っ掛けた、ライト前に出る、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番高山、今日4度目のバッターボックス。第9投げた、初球打った、ライト落下点に入りました、取りました、これで3アウト。マルティネス、この回きっちりと3人で抑えています。8
8回の表が終わって6対3、ドラゴンズ3点リードは変わりません。ドラゴンズピッチャー交代です。マルティネス降板、そして最後を締めるのは田嶋、今日3人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9、投げた、流し打ち、どうだ、福田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第3球は打ちました、フラフラッと上がった。おー、余裕があります。キャッチャー取りました。ドラゴンズ勝利目前。バッターは9番上本。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面。投げた、空振り三振。ドラゴンズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき